ああ、いいね、あきちゃんいいポーズしてるね。決まってるよ。夢の後をいつか超えて始まる僕らの未来。 E ベースボールパワフルプロ野球。我が取れた。うん。お、居残り練習するような急速経験値少しやな。アメさん誕生日おめでとうございます。要テンション上げていこう。うん、昨日の試合が全国紙で取り上げられました。見てみてください。見てみるよ、じゃあ。あー、いいね、アキちゃんいいポーズしてるね。決まってるよ。夏初戦辛くも勝利、9回完封、永久期間、さすが永久期間。あ、ペッパーね。はい、今日は夏の甲子園大会最観戦3回戦ベスト8目指して頑張りましょう。勝つとベスト 8?8?4? はい、あきちゃん、あおめさん、そうたくん、あきちゃんでいこう。オーダー変更、そうたくん絶好調。あきちゃん調子悪いんか。じゃあコスモちゃんのパワー借りて、アキちゃんの時にいいのが来るよ。いいかな。お待たせいたしました。幾多の課題を克服して決勝の舞台を目指します。北海技術甲子園大会3回戦第1試合の模様をお届けいたします。さあ強さは一塁側北北海道代表 A、B ときて、三塁側兵庫代表新鋭持ち丸。熱戦が続く甲子園球場、スタンドは今日も満員です。あとやん。さあ先制欲しいが、2回の表ノアート持ち丸攻撃に入ります。どうしたんだ。この回のトップバッターは鈴、待ってきます。第9外れたボール。第2球投げました、直球空振り。第3球を投げました、ボール。うん。第4球を投げた、見送ってストライク。さあ頼む。第5球先制だ、投げた、うーん、打ち上げた。佐藤エラー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 なし。これでワンナイ。もうホームランありがとう。コスモちゃんじゃねえの今。違うか、コスモちゃんの杉だからファスティング。持ち丸リードで迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面、ね、第1打席はサードフライに倒れています。マウンド上ピッチャーは高木。うん、ファスティンが打った、コスモちゃんが塁に出てファスティンが返したってことね。ありがとう。もうすぐ1点返してきたっていうのはやはり B ランク。転がしましょう、ミート上げていく。投げた、初球を打ちました。どうだ、よし、いいとこ。すず、ナイスバッティング。手にはならず。頼む頼む、守りきれい。6回表の攻撃、ワンアウト二塁。持ち丸、追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で、バッターは1年生、メイ。今日はセンターフライとセカンドフライ。朝銀が打った、送りバント。あ、盗塁警戒してるね。いや、もう強心です。第9初球引っ張った。どうだ、おら、右のフライです。ダメだ、掴みました、中継。いや、まだセカンドから三塁送球。オッケー、持ち丸、なおもチャンスが続いています。バッターは2年生鈴。まあ、出番回ってきましたね。ここはもう闘魂使いどころか。山田バリでいける。投げた、見送ってボール。第2球投げた、打てるとこ見せてこう。2年生の次期キャプテン候補。3球目低めボール球打った。どうだ、こぼせこぼせこぼせ、取ってこれで3アウトチェンジ。持ち丸2アウト3塁のチャンスでしたが、得点には至りません。もう一押しって感じだな。パワーフォアボールで一塁に回った。
持ち丸リードで迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生、うん、第2球投げました。低めボール球、どうだこれは。まあ降参よね。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。一本打ってんだ。いけるよ。ストレートはもう、まずはインコース。第2球投げました。ました。ました。打った。打った。入った。ツーランホームラン。この時を待っていた。めっちゃ。サムネおめでとう。渾身のストレートを完璧に捉えました。スタンドの祈りが活力となりました。2本目だよ今日。素晴らしい。ナイス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 。素晴らしい。持ち丸リードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面でバッターは1年生、うん、メイ。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。第4球は打ちました。第5球投げた。打った。左中間へのフライですがレフト掴みました。オーライ。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません、うん、8回表。さあ投手はこれ秋ちゃんも続こう。投げた低めストライク。北海ここは引っ張りに警戒します。警戒しに第2球投げた。打ちました。取られる。取りました、うん、これで3アウト。持ち丸ファーストランナー残念。3点2点で抑え最悪2点ツーアウト。大展開で迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面でバッターは3年生盛り上げてこい。持ち丸ここで伝令を送りました。マウンドに選手が集まっています。勝てるです。まずは一塁牽制、タッチセーフ。ヒボール打ってみな。第2球見送ってストライク。第3球を投げた。ストレートはボール。変化球抽選の打たせて取れ。4球目空振り。おおストレートだったね。第5球投げた。打った。取れる。押しを掴んだ。一塁送球。ナイス。スリーアウトチェンジ。オッケー。あと1回。一塁ランナー三村残塁に終わりました。8回の裏が終わりまして4対1です。さあダメ押しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面でバッターは1年生。まだチャンスくれる。今日2打点を挙げています。動かしました。第9投げました。初球ムービングパスと空振り。チャンスに強くなってこぜ。投げました。見逃し三振。マニー。バッターは2年生マニー。ああ走者誰だ。コスモちゃん走力 D。盗塁試すかな。一回盗塁試そう。第9、二塁ランナー走った。キャッチャー三塁送球。まだ盗塁成功。よっしゃ、ナイス。大事な場面で盗塁。キャッチャー三塁送球。まだ盗塁成功。盗塁を決めました。で、強心臓でチャンスにする。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。スクイズいけるか。第2球コステロ走った。スクイズを狙ってきた。ボールを取る。ナイス。決まった。さあメチェがまたヒットだね。ツーアウトランナー2塁という場面でバッターは2年生、うん、セラ。ここで出しましょう。まあ、Aの字でいいでしょう。代打はひふみ。サギンが見てます。流し打ち。第9投げました。打ちました。ふう。第2球投げました。低めの球からバッター追い込まれました。第3球流し打ち。いいよ。ヒット。入る。1点入る。これはホームに突っ込む。持ち丸さらに1点追加。ナイス。今日は安打を放っています。バッターの朝霧。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。セーフティーバント決めちゃおうか。第9投げました。おっとセーフティーバントだ。掴んだ。アウ
アウトチェンジ。9回の表が終わって6対1、持ち丸2点を追加しています。セラ降板、マウンド上は一二三、今日2人目のピッチャーとして登板です。いくぞ、まずは3回戦目突破、新記録伸ばしていこう。でも全然打たれるか。第9投げた、打ちました、伝令持ち丸、今日2回目の伝令データ教えてやれ。マウンドに選手たちが集まっています。腕を振るんです。さあ4球目、ググンギュアスポン打った、セカンドゴロ、正面押しをボールを掴んだ、一塁へ送る、ナイス、あと2人、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3年生山本、山本はいか、第2球、ググングギュスポン、これは取れる、押しをバックしていった、アスマちゃんじゃなくてオッショ。勝利はあと1人。あと1人。バッターは3年生佐藤。持ち丸、ここは何としても抑えたい場面。第3球を。グググギュ。投げました。アウトコースで空振り。一球一球に魂を込めて投げています。いいところに速球打ちましょう。第4球は。グググギュ。アスパン。打ちました。ケイ。押しを取った。セカンドから一塁。ナイス。気迫を見せましたが、ここは伸びません。ゲーム。勝利、絶好調、絶対チャンスつくでしょ、これ林さん残念だったな、お茶丸学院にあった。甲子園3回戦、実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。あるなこれ優勝。めちがついに花咲いたね、アスチンも。これでチャンスつかなかったら嘘よ、本塁打打ってんだから。やった、勝ちました。お、切れ丸になった、いいね、ソータ君。切れ味が増したよ、変化球の球速も順調に伸びてる。あきちゃんミート48、パワー63、うん。お、新月くんがなんか覚えたね、スラーブが2になった、磨いたんだな。青梅さんパワー C に上がりました、追いついてきた。コスモちゃん総力57、朝銀総力76、いけんなこれ。そしてあゆの字が球速149、150の大台に近づいてきたね。150いったら変化球鍛えるか。でみつきんがミート51、いいね。おしょうさん守備力64、ファスティン72、D までまだ道のり長いな。めちゃは肩が54かな、55、いいね。強豪校と呼ばれるようになりました、ついにこの日が来たんですね。進行アイコン7個になる、スカート評価アップアップ、いいよ。お、黒土になったね、ついに強豪になったから。黒土になると確か練習の効果が上がるのかな。グラウンドレベル33。